ダーリントン保護観察所はタスマニア州マリア島2832年に建設された建築物である。建築目的は囚人のための住居であった。ダーリントン保護観察所の建築物は建築当時の状態を残している。タスマニア州には78の保護観察所が建設されたが、マリア島のダーリントン保護観察所はその中でも代表例である。 2010年、ユネスコの世界遺産に、オーストラリアの囚人遺跡群の一つとして、他の10の史跡と共に登録された。マリア島におけるダーリントン保護観察所の歴史区分は、大きく4つに分けることが可能である。1825年から1830年に、かけての第一期保護観察所、時代、1842年から1851年に、 かけての第二期保護観察所時代、1884年から1895年にかけてのベルナッチの時代、1921年から1930年にかけての産業家の時代である。マリア島に保護観察所が建設される以前は、捕鯨業者が定住していたが、保護観察所の建設で彼らは立ち退いている。第一期においては、農業、砂岩からの連話及び、 石灰の製造がなされた。おおよそ150人程度がダーリントン保護観察所に居住していたと考えられているが、1832年に放棄された。その理由は、ポートアーサーに刑務所が新設されたことによる。というのも、ダーリントン保護観察所からは脱走が容易であったからである。1842年、保護観察所が再開された。この時代、 600人の囚人がマリア島にいたと考えられている。ダーリントン保護観察所の施設は、レンガ作りで、下水施設、雨水の排水管といった本土の保護観察所にはない、施設が建設され、今日に伝え残っている。また、これらの他にも、農場が建設され、丘陵には、風車やコテージまでもが建設された。とはいえ、再度、1852年に、 ダーリントン保護観察所は放棄された。1880年代、ディエゴ・ベルナッチは、マリア島を楽園にしようというビジョンを持っていた。そのため、1885年から1888年にかけて残っていた保護観察所の建築物を住居やコテージ、ホテルなどに改造し、さらに小さいながらも二つのドウ畑も作り上げた。しかし、1896年、 ベルナッチの野望は、ついえることとなった。1920年から、マリア島は産業化の時代に入る。セメント工場や高さ60メートルになる煙突が、建設された。しかし、輸送費がかかりすぎることを背景に、マリア島の開発を行っていた、ナショナルポートランドセメントカンパニーは1930年に、撤退した。開発の時代を過ぎ、1960年代初頭から、 マリア島の自然が見直される機運が生まれた。その結果、1971年にはマリア島国立公園が設定された。また、1825年からの開発を通してマリア島を開発しようとしたものは残された建築物は再利用されてきたことから古い建築物が残る結果となった。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし、 登録された a b オーストラリアンデパートメントオブエンバイロメントウォーターヘリテッジザアーツダーリントンプロビションステーションウェブピッチス6オーガスト2010 a b c d e f g h i j k l m n op マリアアイランドカンビックとサイズダーリントンビアトライオバナトスオーストラリアコモンウェルスオブオーストラリア2011年7月4日閲覧 ありがとうございます。